はい、どうも、木田原です。ということで、今回の動画ですね、6円の魔獣マレフィセントドラゴンが、復刻するんじゃないかなっていうことで、今撮ってます。はい。で、ちょっとね、その可能性の、理由の前にですね、ちょっと性能とかね、ざっくりね、紹介していこうと思います。はい。で、まず、スキルなんですけど、こちらのツムスキルを発動すると、斜め状に、ツムを消して、その後に、一部のツムが、変化して、それを消すと、範囲消去に変わるというスキルになってますね。はい。だから実質2段階消去という風になってます。はい。でスキル発動必要ツム数が18体で、スキルレベル上がるごとに消去数と変化数が変わります。はい。で、消去数ね、スキル1でまあ大体18ぐらい消し切れます。これ斜め消去ですね。でスキル6にするとも大体40消去ぐらい消し切れます。はい。で変化数も、スキル1やったら6で、スキル6にすると14まで上がりますね。6、7、8、10、12、14という順番で上がってます。ちなみにこれスキル4なんですけど、スキル4だと大体33、34あたりで消して変化数が10個という風になってますね。はい。で一応使い方としては、斜め消去はね普通に、ツムが落ちきった状態で、使っていただいて、画面が動かないんでね、で溜まった状態で使っていただいて、で変化したツムを、できるだけロングチェーンの方がいいかな。ショートチェーンでタイムオブ狙ってもいいんだけど、効率のことを考えると、そのロングチェーンでいいかなと思います。はい。でもしも大ツムが、変化して、エフェクトがついてる場合はもう大ツムは必ず、巻き込んでいただいて大消去を狙うっていう形が一番いいかなと思いますね。はい。で次に、その復刻する可能性としまして、ちょっといくつかあります。ちょっと何個か忘れちゃったんだけど、まあ話すんだけど、まず1つ目、イベントの、ミッションなんか扉がありまして、その扉の乗ってるキャラクターに、この、ゲロマレたち知ってるんだけど、このゲロマレ、緑園のマジマルスのドラゴンが乗ってます。それが1つ目で、2つ目がですね、これかな、今、聖母に、狡猾な海賊復風船長チャームが来てるんですけど、実は、これヴィランズツム、その2つ目は、緑園のマジマルスのドラゴンが、ヴィランズツムっていうのもあるんだけど、3つ目が、以前ゲロマレが復刻した時に、フック船長チャームがいたんですよ。でこれが4月の8日かな、セレブが来てその時に復刻してるんですけど、今、ヴィランズツムが、セレブで復刻してて、そこにもフック船長チャームが今セレブで復刻してるんですよね。で、一応マスカレード系のヴィランズがもう全部できてる状態で、一応 マスカレード系は他にもいるんだけど、それ他は全部プリンセスでヴィランズがいないんで、で次にヴィランズが次のセレブ入ってくるってなったら、まだ復刻していないマスカレード系のけて、復刻してないヴィランズで、ゲロマレ、緑のマジマルスドラゴンになるんじゃないかなってことで、来る可能性が高いというエコスでございますね。はい。だから3点だね。はい。イラストの、扉に、キャラクター乗ってます、ゲロマレが。で、ヴィランズで、同じ時期に復戦場チャームが復刻してたんです、3ヶ月前に。でそれが、来るんじゃないかなと、同じ系統で。あまりね、2、3ヶ月以内にね、復刻するってそうそうないんですけど、復戦争チャームがね、復刻してるんで、来る可能性は高いのかなと。結構早いですけど。はい、ということで、以上になります。実際このツムね、そこそこ強くて、コイン稼ぎもできないわけじゃないんで、私結構おすすめなんで、ぜひね、来た際は引いてください。はい、ということで、以上になります。よろしければ、チャンネル登録と高評価、お願いいたします。それじゃあ、バイバイ。